ライミングゲームという言葉は韻を踏む遊び、または語呂合わせを意味します。私は作曲上のテーマとして言葉あるいはリズムを据えることが多いんですが、新作の移植をいただいた際、このゲームと音楽の途中に登場するいくつかのリズムモチーフを結びつけることができないかなという発想から作曲をスタートさせました。一方で演奏会のタイトルである祈りの鏡というフレーズから、現代日本を生きる若者である自分が今祈りを表現しようとしたら、それをどのような形になるだろうかというところに思いを馳せながら作曲した面もあります。当時私は留学を翌月に控えていましたが、新型コロナウイルスがいよいよ蔓延しつつあった状況で、ソーシャルなあるいはプライベートな不安に苛まれない日はありませんでした。そんな状況でしたが、あるいはそんな状況だったからこそ、新しい時代への恐れではなく前向きな希望を歌い上げたいと思ったのです。また古くから踊りは精神活動と強い結びつきを持つものでした。このことも踏まえ、作品のダンサブルでどちらかといえば享楽的な雰囲気の中に、小さな祈りを、言うなれば来たる春へのことほぎとして織り込んだのです。来年1月に予定されている演奏会で、私たちの祈りを皆様にお届けできるよう精一杯頑張ります。応援どうぞよろしくお願いいたします。